アーバンユニオンは日本のプロパルクールチーム。メディア出演や演出、ライブパフォーマンスからパルクール人材のキャスティングなどのパルクールに関する専門業務を全般的に行っている。パルクールに特化した映像制作も行っている。アーバンユニオンのロゴ日本のパルクール界の第一人者である岡安旅人タビビトなどが所属する日本トップレベルのプロパルクールチーム。 2016年にディレクター兼カメラマンに福井隆史を迎えた映像作品の第一弾を公開。これをきっかけに注目され、様々なメディアで紹介を受けている。映画や CM、メガボルトなどの映像作品でパルクールのアクションをメインに出演しており、今では多くの映像作品でコーディネートや演出まで手掛けている。なお、福井隆史の手掛けた。 アーバンユニオンとの共同制作映像作品はソニープロフェッショナルムービーアワードでノミネートされている。さらに、この映像作品は神戸スポーツ映画祭2019年度の短編映像部門でコンペティション最優秀賞を受けている。アイアム・ア・ヒーローで有名な漫画家である花沢健吾の作品アンダー・ニンジャの主人公のアクション描写に全面協力をしている。 2019年度より、アパレルブランドのダッファーブラックレーベルは、アーバンユニオンのロゴを使った商品を展開し、その映像作品を制作している。アーバンユニオン公式 HP。アーバンユニオン2019年1月1日閲覧。トライチはクワやフォーヒーローハットテーブルボこれが、日本のパルクール。見慣れた、東京の街を駆け回る動画が、すごい。 ソニープロフェッショナルムービーアワードハット神戸スポーツ映画祭公式ホームページ神戸スポーツ映画祭実行委員会2019年2月1日閲覧現代の忍者はパルクール花沢健吾のアンダー忍者に世界も大注目2019年2月1日閲覧ダッファーブラックレーベル 2019SS フィーチャリングアーバンユニオン YouTube 2019年2月1日閲覧。ありがとうございます。